はいはい、表の意識じゃなくて潜在意識の中ってものすごいたくさんゴミみたいな泥みたいな、うん、だからそうやって押し込めちゃって見ないようにしてきたりとか、はいはい、やっぱり24時間夢見てる時も寝てる時も、うん、全部取材だって思ってないと安らぎを求めてやろうっていうふうに思わない方が、うん、急に来る変なことを受け入れられるなって、はいはい、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ノースビレッジの北里洋平です。今日はですね、なんと日本を代表する小説家の吉本バナナ先生にお越しいただきましてですね、こんにちは。まさかのまさかです。まさかうちのね YouTube に本物の小説家の先生が来ていただけるとは想像もしていなかったですけど、いや僕小説家の先生に会うのって多分初めてなんですよね。出版社をやっときながらあれなんですけど、うちってほとんど自伝とか旅行記とかエッセイとかそういったものばっか出していて、自分が出版社やってて言うのもなんなんですけど、もともとすごい読書嫌いだったんですね。なのですごい疎くてですね、出版社作ってからもあまり他の出版社との関係性とかもほぼないんですね、うん、なんかなさそう、はい、友達もほぼいなくてですね、うん、なさそう、はい、立ち上げた時は本の作り方すらわからなかったのでなんとかなるんですよね、うん、とりあえずそんなスタートだったもので、でも僕にとっては今回お会いできたのがすごい運命を感じていて、実はこのお店なんですけど、はい、こういうちょっと SF チックな内装みたいなトライを今回初めてして、うちのフラグシップになるようなお店を作りたくて、初めてそのいわゆる物語の設定みたいなのを考えて、それを内装に落とし込むと、で出版社がせっかくお店をやるんだから、そこを舞台にした物語を小説か漫画か映画かっていうのをやってみようっていう一つの挑戦だったんですけど、小説家ってなった時に小説を作ったことがないので、そもそも小説ってどうやって作るんだろうと思ってた矢先に、人生で初めて本物の小説家の方とお会いすることができて、ちょっと偏ってるからいえそして、はい、何よりもあのこの度あの谷崎潤一郎賞受賞おめでとうございます。すごいですよね。ミトンとフビン読ませていただきました。さっきサインまでいただいちゃって、普段僕読んでるもの本だと、まあ、うちで出てるようなジャンルの本ばっか読んでたんですね、うん、それこそ三代目大竹浜田式雄さんの自伝であったりとか、はい、そういったものがすごい好きで、どちらかというと男性作家で自伝になるような物語を生きてるような、うん、こういうものに気がついてこういうものを目指そうとしてやってみたって、どちらかというと前に進むみたいな、その行った先に何があったかみたいなものが書かれているものをすごい読んだりとか作ったりとかしていて、今回バナナ先生の本を読ませていただいて、ちょうど先生とこうお話ができるっていう話をうちの姉にしたんですね。で姉がえって驚いた上で、その小学校の頃に初めて先生の本を読んだ時に衝撃を受けたって姉が言っていて、普段うちの姉ってうちで出してる本とか全く興味を持たない人なんですけど、お医者さんで全然違う自分と兄弟とは思えないぐらい真面目なあれなんですけど、姉が言ってたのが、当時読んだ本を見た時に、特にその大きいすごいことをやるとか、うん、そういうことでもなく、うん、すごい大きな事件が起こるっていうことではなく、うん、普通の日常の中でのことがこんな作品として、うん、それが読み物として描写されてって、そういうことができるんだ、そういう世界が、そういう小説があるんだっていうのすごい衝撃を受けたんだって姉から言われて、それがちょっと意識に残ってた上での今回本を読ませていただいて、確かに自分が書いたり作ったりとか読んだりとかする本と、なんていうのかな、今回の本とかも短編でいろんなストーリーがあると思うんですけど、はい、その親が亡くなってとか、うん、その寂しさを紛らわすために海外に、うん、じゃあ旅行に行ってみたら寂しさを紛らわすためなのにお土産何買おうって思った時に、うん、そこでまた涙が流れたりとか、うん、なんかこう改めて、まあ、個人的なあれですけど、うん、そういう寂しいとか、ちょうど自分もその父親が亡くなったりとかそういうのもあったので、うん、その寂しいとか辛いとか切ないとか、そういった感情と自分は全く向き合うことがない人生を来ちゃったなと思って、まあ、全くないとは思うないと思うんですけど、もちろん感じるじゃないですか、あるんですけど、でもそこをできるだけ向き合わない、要は風邪で熱が出たとか頭が痛いとか、できるだけそのことを忘れたいじゃないですか、そういう辛い思いとか切ない思いとかってできるだけ感じない、それよりはもう前これをやるんだあれをやるんだみたいな方向に意識を向けるようにしてて、あまりそういう感情に向き合ってこなかったなと。でもそこにはそこに向き合うことでそういうドラマとかそういうすごいいろんなものがあるんだなと思って、でよくよく考えると小学校の時とかの
牧原紀之とかそういう普通の失恋とかを歌ってる歌とかでも、うん、もう恋はなんでしないなんて言わないよ絶対とかも、うん、朝食を作ってきたけどあまり美味しくないと、うん、君が作ったなら文句の一つも言えたのにとか、うん、で未だにその言葉が残ってるとかっていうので、うん、でも普通のことじゃないですか。そうですね、なんかこの年になって改めてなんですけど、うん、そっかと人間のそういう感情とかでそれだけ美しいものなんだなってちゃんと向き合えばそこにはものすごいドラマがあってっていうのを改めて教えてもらったっていうすごい僕にとってはすごい衝撃だったんですよね、うん、っていう、まあ、すみませんなんか脱線しちゃいましたけど。いえいえありがとうございます。で今日はですね物を書く女性の生き方百花帖っていうものをですね、はいはい、テーマにですねお話をお伺いしたいと思っていて、はい、でそれを、まあ、あの書籍の出版へと進めていかせていただければなと思いまして、はい、で事前に百花帖を書いていただいたじゃないですか、はい、でそれを全く覚えてないんで大丈夫ですか、ね、それをバーッとちょっと私が書いたんですかね、はい、一問一答みたいになっちゃうんですけど、はい、バーッとこうそれがどういったことなのかっていうなんかこれはこういうことよみたいのがあったらあの教えていただければなと思いまして、はい、で1つ目がですね人の言葉で書かない自分の体から出た言葉だけを書く。自分の体から出る言葉はどのような時に出ますかっていう。最初なんでちょっとだけ長く言いますけど、はい、私の小説って全部偶話なんですよね、はい、現実じゃない本当は、はい、で結局人の潜在意識に読んでもらうための本なんです、うんはいはい、表の意識じゃなくてで潜在意識の中ってものすごいたくさんゴミみたいな泥みたいな、うん、なんかそうやって押し込めちゃって見ないようにしてきたりとか、はい、やり過ごしたりして、うんうん、溜めてるじゃないですか。そうですね、なんかその溜めてることをなくするために書いてるんでその人に読んでほしいっていうよりその人の潜在意識のその人に読んでほしいんですね、はい、だから何が大事って体が大事なんで体のリズム、はい、で人の言葉で書くのすっごい楽なんですよ。私も村上春樹さんの文体で書けって言われたらすっごいいっぱい書けるんだけど、なるほどなるほど。でも自分の体のリズムに合ってないからどっかでなんか違和感が出ちゃう、うん、ああしっくりこないみたいな、リズムがずれちゃう、はい、そういうことが起きるから人の言葉は書くと楽だけど書かないということです。あなるほどですね、ありがとうございます、はい、次がですね24時間が仕事で取材そのことを決して忘れないプライベートな時間にオフに切り替えることはありませんか。ないですね。ないですか。だから本当はそういう仕事ってどんなに楽なんだろうと思っていつも考えるんだけどやっぱり24時間夢見てる時も寝てる時も全部取材だと思ってないとなんか気が抜けちゃうから。それは見逃さないようにしてるっていうことなんですか。そうですね、気をつけてますね。今はオフだと思っちゃうと本当に何もしなくなっちゃうんで、うんうん、頭も回転しなくなっちゃうんで。なんか日常生活って例えば何かに興味を持つと異様にそれが多く街歩くと、うん、例えば木に興味を持つと木が多く見えたりとか、はいはい、木のせいかわからないけど唐揚げが見えます。はい、はい、それはここに鳥屋が多いから。なるほど。次はですね安らぎは不意に勝手に訪れるもの自分から求めてはいけない。こちらはどういった時に安らぎを感じたりしますか。結局、まあ、いろんなシーシャとかもそうだしお酒もそうだし他のいろんなものもそうだけど、はい、結局セッティングっていうの、はい、やっぱそこを頑張りすぎちゃうとだん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 ずれていっちゃうような気がするんですよね。だからもちろんセッティングすべきなんだけど、はい、安らぎを求めてやろうっていうふうに思わない方が、うん、急に来る変なことを受け入れられるなって、はい、あじゃあもう、うん、あくまでも自然体でっていうことですね。時代をよく見る変な服を着てもいいが自分にとってダサい服は着ない。私の場合はそれは会社員的な服やマダム的な服であるがそこは人それぞれの好みであろう。バナナさんにとってかっこいい服とはどういうものですか。また今の時代に見て感じることはありますか。あのねやっぱちょっと前と今なんか変わってきて、まあ、いつだって変わってるけど変わってきてて、はい、少し前の服ってもっと表に向いてた気がする。みんなの服が人に見せるために、はいはいはい、だけど今はなんか自分にみんな向いてきてるからいい傾向かなと思います。ビリー・アイリッシュとかほら、うんうん、なんていうのオーバーサイズで、うん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 、ちょっと男の子っぽい、うん、だからああいうでもグラビアとかの時はちゃんとこうドレスを着たりして、うんうん、そういう時代になってきてるなと思ってそれは嬉しいです。うんジェンダーが薄れてるっていうか。ああなるほどなるほど、うん、なんかちょうど窪塚洋介さんとこの前話した時に、うんまあ、ファッションっていうのは、うん、そのただおしゃれってすることだけではなくて、うん、自分のアイデンティティであったり生き様であったりの表現
なんだって、自分はこうっていうのを表現するものだっていうふうに言われたのが象徴的だったんですけど、うん、本当そう思いますね、うん、だからそれがなんか人に見せるためとこう思ってほしいからっていう時代から、うん、自分が満足するためにってなってきたのが、うんうん、若い人たちを見てすごいいいなと思います、うんうん、で私はもうとにかくスーツとか着るとどうにかなっちゃうんですよ、ね、もういつの間に脱いでるみたいなはいはい、はい、本当に合わないんだなって、なんか小説家になったばっかりの時はなんかスーツ一生着ることないと思って、着ることないから着とこうと思って着てったりしたんですよ、はいはいはい、もうそしたら何にもできない、もうあそわそわしちゃう感じですかね、なんか脱ぎたくて脱ぎたくて、あもうダメだなと思ってもうあの買わなくなりました。でも自分も独立前のサラリーマン時代は毎日そんな気持ちでした。なんかいつの間に脱いでる、違和感を感じるっていう、いつの間にできたはず、あれ時計取ってた、おかしいなみたいな、はい、いつ脱いでるみたいな、はい、そんな感じでした。なるほど、私には合わなかった。うん、当たり前とされていること全部一旦疑ってかかること、例えばどんな当たり前でしょうか。例えばだからロシアがウクライナに侵攻して、うん、これはもう絶対悪いよねみたいな、うんうん、いやそりゃそうだけどもうちょっと情報を見てから考えましょうよみたいな感じですかね、うんうんうん、あもうそういうことを当たり前でしょうってみんなが言ったら、うんうんうん、いやそうとも限らない時もあるんじゃないみたいな、そういうのはいつも持っていたいですね、うん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 、取材をするためには自分自身には特別感や不潔感を出さない探偵のようであれ、うん、取材をするときはどんな探偵を意識しますか。人の話を聞くときに相手に合わせることはありますか。ありますよ、ありますし、うん、それからあと何て言うんだろう、あんまりこう私はこうですって感じの服とかを着てると相手がまず こっちに圧倒されちゃって、うんはい、話してくれなくなるから、あなるほど、なんかなるべくこうコンビニの袋とかも地味に地味にしてると心開いてもらえる、うん、なるほどなるほど、うん、いつも全部を観察する、自分の見たいものだけを見ないように気をつける、視野が狭くなっていると感じたことはありますか。それはないけど、まあ、見たいものがあるとそこにグワッて行っちゃうんで、うん、その周辺をぼかしちゃうから、はいはい、あのなるべく一応全部見てるって感じと集中してる感じを両方持ってると、うん、まあ、カメラでいうとそのね、そうですね、あの撮りたいものとその周辺のものって意外に周辺が大事だったりするじゃないですか、はい、そうですよね、うんうん、そこにあるその人ですからね、そうそう、だからテレビとか最近テレビ見てるとセットが大体同じで、あ使いましたですか、使いましたか、まあ棚に入ってるものとか、はいはい、でも結局ペラペラで、うんうんうん、でみんな人見てるから気がつかないけど、うん、なんかこのペラペラ感は結構人の印象に残ってるなっていうのをよく感じます。だからやっぱ全部をこうちゃんと行き届かせるというか、うんうん、見る目を持ってた方がいいなといつも思います。なるほど、次はですね、影響はいつも素直に受ける、いろんな人や場所をただ見て得るべきものを得る、そしてそれを消化して自分の言葉で書く、はい、得たものを消化するというのは時間に委ねるのでしょうか、それとも考え抜くのでしょうか。はい、あの委ねてる暇がないんでなるほど、ただ自分の頭を持ったままで出かけていくとやっぱり自分の見たいものしか見ないし、うん、自分の感じたいことしか感じないから、うん、なんかフラットでいると、うん、あここを見といてよかったんだとか、うん、聞いといてよかったとか、うんうん、そういうのが消化っていうことだと思います。何事にも前のめりにならない、前のめりになることでしか物事を進められない人にブレーキの踏み方を教えてください。いや私もだからなんか本当に例えば気に入ったものとか店とかあるともう100個ぐらい買っちゃったりとかもう何だったら店ごと買っちゃうぐらいまた来たみたいになっちゃうから、はい、でもそうすると結局なんか物を捨てなきゃいけなくなるじゃないですか、うん、だから人の関係もそれと同じで、うん、わーってこう行っちゃうと、はい、なんかもうその人のなんかなんていうのああいうのって戦車が通った後みたいな、あはいはい、なんか荒れ野原みたいになっちゃって、うんうん、何も残ってないみたいになっちゃうから、うんうん、やっぱり時間とのこうコラボが必要だなって思ってます、Don't forget to always walk on the wild side.